何ですか、ここはオフィスの社長室の受付、社長室の受付だってここ。皆さんこんにちは、森有です。はい、背景が若干変わりやした、ラブ、はい、それを見せたかっただけ。私サンリオの社長室の受付までたどり着きました。いちごの国の王子様、王様っていういるんですよ、方がね、いらっしゃるんですよ。このもう神という神ですよ、いるんですけれども、私お会いしたことはあるんです、神様に。当日はゴッドにはお会いできなかったんですけれども、本当に素晴らしいお方で、もう本当に大好きです。止まってくださいね。キャー、やばい、やばい、見て見て見て、くるみ割り人形のヘルサインがある。見に行った。やばい、かわいい、超やばい。かわいい。私多分人生で結構一番高まってる瞬間だこれ。かわいくない？超かわいい。これ売ってるんだよこれ。すごい、サンリオって書いてある。サンリオですね、こうやるとででー、キティちゃんがおります。すごいすごい、プリンくんだ、プリンくん、すごい、やばい。ちょっと周りを映していきたいと思います。やばい、高まり、かわいい、住みたい。うわ、わわわ、来た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 、やばいやばい、いちごの王様です、いちごの王様。え、すごくないですかこれ。85歳の誕生日のキラキラ、見て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 、よっしゃー、ダニエル、かっこいい、かっこいい、かっこいい、大好きです、本当に大好きです。もうピュロで育ってるんで、思いや、生です、王様です。あ、これ飾ってあるよ、うちこれ壁に飾ってあります、全部。すごいすごい、え、なんかうち来たみたい。見て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 、かわいい、かわいい、住みたい、見て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 、なってます。はい、ということで、ここ何ですか、ここはオフィスの社長室の受付、社長室の受付だってここちょっとびっくりしちゃった私今らしいです、びっくりした、そんなところでキャーキャー騒いでました、すいません、帰ります。本社でお土産をいただいたので、ちょいと紹介をじゃん、はい、したいと思います。見て、今限定のあれですよ、夏祭りやってるんで、サンリオ9月3日までですよ皆さん、動画も出していいよって言ってくれたので、見てますか。で、私アレルギーでね、こうなんていうの、洗剤が触れないんですみたいな話をしたので、もう優しい、見て、チャリーン、ありがとうございます。そしてチャリーン、はい、ハローキティ、キティちゃんのお菓子です。そしてじゃん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 、はい、いちご新聞。男子ってあんまり足運ばないと思うんだけど、これ嫌でも見たことあるでしょ男子。コンビニに置いてあるいちご新聞です。シナモンちゃんが15周年なんですよ。で、15周年で、しかも15周年アニバーサリーで1位を取ったんですよ、ということです。キャラクター大賞が5月にあったんですけど、これ1位取る前の堂々としたシナモンちゃんなので、皆さんこの堂々とした15周年のシナモンちゃん、1位を取る前のシナモンちゃんを目に収めておいてください。はい、こちらです、マスコット歯ブラシでございます。ごめんね、今日ねカメラで撮ってないので、こんな感じで撮っちゃってるんですけど、キャラクターのキャップ付き、キティちゃんでございます。私の大好きなダニエルくんのガールフレンド、オチがないところでこちらでございます。入るかな、
はがきポケットファイルですね。これ開けてみたい。あ、なんかこうなってます。はがきポケットファイル、これは皆様からいただくファンレターとかをしまっておけるのにめっちゃ使えるのでありがたいでございます。はい、そしてグーデタマ、タマなんか怒ってない？グデタマ、グデタマってこんな怒ってたっけね。開けてみますか。何が入ってるんだろう。生まれた。この中に入っているはずのもの、ミニシールブック、巾着、マスコット、単語帳。単語帳入んのこの中に、すごくない。キーホルダーの中からこのマスコットですね。マスコットの、はい、水色ちゃんです。グデタマ、タマ、はい。そして最後にじゃん、シナモンのお水でございます。お水いただきました。いや、これはもうパケが可愛すぎるから飾りますよ。ということで今日はサンリオ本社に行ってきたのでお土産紹介をしました。そしていちごの王様のゴッドの、ゴッドの受付のあんな感じの広場を皆様にお届けいたしました。なかなかないんじゃないですかね、ゴッドの受付こう見れるのって。ということで盛り上げでございました。せーの、おつわり、バイバーイ。皆さん、おつわりの意味って気になったりしますか？気になってる方、コメント欄に書いていただけたら嬉しいです。ゆるーく募集しときます、ここまで見てくれた方だけに。はい。